そのガルガンチュア音楽祭、初回となる今年は幅広い世代が楽しめるプログラムを展開し、能登半島地震の復興も支援します。ガルガンチュア音楽祭は今月28日から来月5日まで、県立音楽堂などを会場におよそ180公演が開かれます。テーマは大西洋を渡る風で、イギリスやアメリカのクラシック音楽と映画やミュージカルなどエンターテインメントの2つの世界を楽しめる音楽祭を目指し、若者を中心に幅広い世代に多彩なジャンルの音楽を展開する予定です。今回そのガルガンチュア音楽祭と名称を変えまして、やっぱりクラシックは主体なんですが、ここにミュージカル、それからジャズ、それからアニメ音楽とかね、昭和歌謡まで幅広く演奏しましてですね、多くの方に楽しんでいただければなと、こう思っています。音楽祭では能登半島地震の復興支援を掲げ、入場料収入の 5% を義援金に充てるほか、能登産品の販売ブースも設置し、3日と5日は輪島朝市からも10店舗が出店します。